皆様大変失礼いたしましたまたストレージがいっぱいになっちゃってあのちょっとねあのいっぱい動画を撮りすぎているので少し整理して続きを始めたいと思いますごめんなさいえっとさっき夢見る夢子の歌を歌ってえっと次はあのえっとね 犬の歌ですね。犬の歌のね、昨日、あれですね。<laughs> 昨日、動画を、王子にあの音をつけてもらって、2つほどかな。あの、ティンカーベルの、ティンカーベルっぽい、えー、レッセパッセのツインピースの、えっと、東京ドームシティのソロカツのと、コーデのと、あげました。見ていただけましたでしょうかね。あの 王子はね意外に犬の歌がいいって言って <laughs> 私犬の歌もすごい好きなんですけれどもあの王子犬の歌いいねって言ってねすごい好きって言ってくれてすごい嬉しかったですさ,さっきね歌ったところが好きみたいです。I am baby just your doggy っていうなんかそのリズムがすごい好きって言ってたのですごい嬉しかったですね。なのでねあの一応王子も好きな犬の歌っていうことで聞いてみてください。 はい。えー、っと、では、本題、参りましょう。今日も、明るく、元気に、麗しく、今日も、明るく、楽しく、麗しく、美食所で参りましょう。はい。じゃーん。こちら、とろろご飯ですね。えっと、山芋の、あの、個包装のオイシックスのですね、そちらを2つほど、載せました。そして、その上に、オイシックスで買った、えっと、刻みど、 あの細切りの刻み海苔をたっぷり乗せたのですごい香りがいいですそちらにねこちらの角切りのマグロがあるんですけども角切りのキハダマグロかなこれどこだったかなこれも大地かオイシックスなんですけれどもこちらをこう流水解凍させましてあのー、マグロ丼にして山かけマグロ丼にしていただきたいと思います美味しそうですよねで、こちらの万能つゆですね大地の万能つゆをかけて本当に万能なので あのいただきたいと思いますでちょっと別添えにしてるのは私はねあったかいご飯の上にこうもう、ね、の,の,のせちゃうとちょっとこのマグロがあの生ぬるくなっちゃうのが嫌なのであのちょっと食べる直前にのせたいと思いますはいそしてこちらが最後のじゃーんさつまいもの冷製スープこれはねあの王子が私にあと1杯だけ残しておいてくれたので。 えっともう今日で食べきりたいいと思います、ね、よかった今回食べきれてほんと腐らせないでよかったですねほんと返す返しあの神がかって美味しかった最初のビッソワーズがねもう返す返し心残りなんですけれどもあれはほんとすごかったので <laughs> またねちょっと再現してもらえるか分かんないけど挑戦してもらいたいと思います ではこちらが、えっと、こちらもね、もう3日目ぐらいかな、<laughs> 大丈夫かな。<laughs> ちょっと冷蔵庫に入れてたんで、多分大丈夫だと思うんですけれども、一応ね、このマグロ丼と一緒に、えっと、大根とわかめのお味噌汁をいただきたいと思います。そしてまたこちらのね、フレシャスの天然非加熱のお水に常温にえっと、ビタミン D を垂らしました。今日はこんなラインナップですね。山かけ マグロ丼お味噌汁、お水、えー、っと、ビッソワーズ、なぜかビッソあ、ビッソワーズじゃなかった、間違えた、さつまいもの冷製ポタージュ、そうーズがね、なんか何でもビッシュソワーズだと思って、なんかさつまいものビッシュソワーズとかって言っててね、かわいかったですね。ビッソワーズってじゃがいもですよね、多分じゃがいもの冷製スープのことですよね。 でオブジェがねなんか「さちまいびなビッシュワール」とか言ってなんか可愛かったですね、うん、まあどっちでもいいかなっていう <laughs> はいこんな感じでね今日はねいただきたいと思いますでねとろろはやっぱりあの山芋ってすごい体にいいみたいなんですねでも蒸した山芋ってすっごいいいらしくて蒸した山芋とか長芋とか、まあ、これはとろろなんですけれどもねやっぱりなんかすごいパワーがあるみたいなので、うん あのうん、ちょっとねあのいろいろお味噌汁に入れたりとかお料理に使ったりとか、まあ、こうやってねあのとろろご飯にして食べたりしたいと思いますなんかやっぱりね胃弱の人にはいいいと思います胃腸の調子が良くなるのであのもうこれ自体が消化酵素みたいな感じ,の感じなので消化を促進させてくれるのでねいいかなっていうふうに思います。 それでは今日はもうちょっと前半が私のほぼ仮小だけになっちゃったんですけれどもこんな感じでえちょっとねあったかいうちに、ね、でも大丈夫です安心してください冷めてませんこれは信州焼きの器なので、あのー、結構全然5分ぐらいじゃもう味噌汁も冷めないんですねすごいですねセラミック効果というか塩石パワーで冷めないので大丈夫ですはい、えー、それでは えっと今日も、えー、素敵な一日をお過ごしください。えー、っといつもねあのちょっと取り直しとかせずにそうな何で取り直せばいいじゃんって思うと思うんですけどももう二度と同じ熱量で歌えないんですね。<laughs> なのであのカラオケもそうなんですけどうまく歌えなかったとしてももう二度と同じその 熱量で歌えなくって雰囲気で歌えないので、もうそのうまい下手とかじゃなくて、その時のあの熱量とか気持ちを大事にしても1発撮りにしています。<laughs> ご理解ください。それではまたね。have a nice day チューリッププリンセスでした。